皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。うまくいけば今頃私は4月中旬から始まった2018年春の来日セミナーが終わり、メルボルンに戻ってきているはずです。万が一セミナーで喋りすぎて声が出ないとか、飛行機が飛ばなかったとかがあると困るので、このポッドキャストまでは事前にレコーディングしておきました。さて今日は有酸素運動飛ばれという記事をピックアップしてみました。最近は運動会がこの5月とかの時期にあったりしますし、暖かくなって外で運動したい人とか、夏場のコンクールに向けて体作りをしているなんて人もいると思うので、早速本文に行ってみましょう。有酸素運動とバレー、心肺機能。これね、私昔心肺機能って呼んでたんですよ。そしたら心肺機能って読むんですよってポッドキャストリスナーさんからメールもらいました。メールでもブログで体型体になんとか系の系ねってありますが、体型体の形ですよって教えてもらったこともあります。こうやって佐藤愛の語彙力は皆様にサポートされて伸びていくのです。さて今日はその心肺機能について、日本語では有酸素運動なんて呼ばれるやつですね。有酸素運動の定義は、後期的代謝によってヘモグロビンを得るために長時間継続可能な軽度または中程度の負荷の運動を言うなんですって。普通にスタジオでレッスンしてるだけだけど、発表会がありますとか留学を考えてますとかの子たちは心配した方がいいエリアですよ。わかった？これ親父ギャグよ。有酸素運動って痩せるための運動じゃないんだよ。ここでお話したいのはそういうことじゃないんだ。どちらかって言ったら筋トレみたいな方が体型作りには向いてるし、早く結果が出るから、昔みたいに有酸素運動イコール痩せますではございません。もちろん体型維持のためには食事の方が大事だしさ。そして30分やったら OK とかでもないです。なぜかってさっきの定義を見てわかるけれど、長時間継続可能な軽度または中程度の負荷って曖昧なんですよ。週に1回しか運動していない大人バレリーナさんと、プロを目指している留学中の子たちだったら、長時間継続可能な軽度または中程度の負荷って全然違いますでしょ。ここはセミナーやバレエ学校なんかでもよく言います。プロのダンサーにとっては朝のレッスンがウォームアップ、そのレベルまで行けばだけどね。そうじゃなかったらレッスン前にしっかりとウォームアップをしてからじゃレッスンしないと怪我します。だからこの記事では何をどれくらいやるっていうことはお話ししません。具体的じゃないななんて怒らないでください。誰がこのブログを読んでるか分かんないから書けないんです。ただ自分のレベルを理解し、毎日プッシュし続けないといけないんだということは書いておきましょう。筋肉、脳みそ、精神力、どんな分野でも同じですが、やれば強くなる、やらなきゃ落ちていく。これは人間の体が効率よくできているからなんです。使わないものを維持する方がエネルギーを必要とするから、使わなかったら消しちゃうんです。プロのダンサーに求められる心肺機能レベル、いろいろな研究参考書が指しているように、最近のダンサーに必要なレベルはトップアスリートと同じだそうです。クラシック全幕をやるっていうのはもちろん 2,3 時間の長丁場になりますし、それをワンセットのゲームだけではなく、シーズン中は毎日行うっていうのもそうですよね。そしてコンテンポラリーの作品では求められる運動量が半端なくなります。そういう部分っていうのは普通のレッスンをしていればできるようになるのではありません。当たり前だけどね、1時間45分のレッスンがウォームアップになるレベルの人たちの心肺機能を求めてるわけですよ。バレエ学校で何クラスもこなすとか、レッスン後に長いリハーサルがあるとか、研修生として作品に参加するなんていう部分で育っていくんじゃないかなと思うんです。ただしカンパニーに入ったばかりの子たちが一番怪我をするリスクが高いというのをオーストラリアンバレエ団からも聞いていますから、もともと強い子たちっていうのがセレクトされていってしまうのも事実でしょうね。だってほら、怪我して踊れなかったらいい役はつかないわけでさ。だからレッスン以外でも努力をする必要がある一つの分野、もしくは自分のトレーニングに積極的に取り組みたい部分ですね。だっていきなりってどこから来るか分かんないから。ということで、有酸素運動って言ったらダイエットではなくて、プロレベルで踊るためには必要だということをお話ししてきました。でもってそれってその人のフィットネスレベルによって何をどれぐらいやれば OK かというのが変わるので、人の真似してても意味ないよってこともカバーしました。じゃあ有酸素運動をやって心肺機能がアップしたら何が具体的に良くなるのさっていう話をしましょうか。1、持久力がつく。これ素晴らしいでしょ。持久力がつくということは、1回のレッスンで自分をプッシュできる量が増えるってことです。アレグロ1回でハーハーしちゃうんじゃなく、
最初と最後のグループでチャレンジしても大丈夫だし、より高くジャンプしたり、より動いたり、より大きく動いたりできるわけです。持久力がアップするということは、1回のレッスンでの練習量がアップするということで、上達が早まるわけ。2、身体的だけでなく、メンタルも疲れにくくなる。体が疲れてたら気分も落ちます。風邪ひいてる時に気分上げ上げの人なんていないでしょ？同じだよね。心と体っていうのは深くつながってますから。疲れた姿勢というのをしていても、それはメンタルにつながりますよ。例えば首が前に落ちていたり、肩が丸まっていたり、背骨が縮こまっていたり、このような姿勢は酸素供給が減ってしまうので、より疲れやすくなってしまうというサイクルに陥ってしまうこともありますが、こんな姿勢で自信を持って、私は夢を追いかけてるんだ、なんて言えないわけです。今日はうまくいかなかったけど、もっと練習して頑張るんだ、なんて言えないわけです。それよりは、私やっぱバレエ向いてないんだ、とか疲れた、やめちゃったい、っていう言葉を発するような姿勢だと思う。バレエを続けるか否かという質問が出やすいのも気分が落ちてる時じゃないですか。気持ちが先か体が先か、それをしっかりと見極めて将来を選択したいよね。3、不必要な怪我を防ぐ。そうなんです。怪我も防げちゃうかもしれません。身体的も精神的も疲れてる時ってダンサーが怪我をしやすい条件なんです。だからさ、ただ単純に疲れづらいっていうだけで怪我を防ぐことができるかもしれません。集中力だって保てるから、変なテクニックで踊ったり、着地失敗なんかも減るわけですよ。ここまで読んだら気がついた方もいるかもしれませんが、有酸素運動でさえネガティブサイクルに入っちゃうことがあるわけ。疲れたっていうと姿勢が悪くなり気分も落ちる。で、姿勢でいると練習なんかしたくない、休みたいなんてなっちゃってダラダラしちゃう。そうするともっと疲れちゃう。でもってレッスンでも 100% 踊らなくなって、上達が見えなくって、疲れたしやっぱり上手にならないし練習なんかしたくない、でもって姿勢が悪くなって続くなんて感じ。それをどこかで断ち切り、どこかで自分をプッシュできるようになったら、それがバレエの有酸素運動スタート地になったことになるって私も思います。自分が思ってるよりもあなたはもっともっとできる。嘘だと思ったら今の姿勢を正し、レッスンでいつもよりちょっと動き、エクストラでアレグロをやってみて。早歩きでスタジオに行ってもいいし、縄跳びやってもいいし、走ってもいい。多分死なないと思うよ。きっと気分が変わって、やったじゃん私って思えるようになると思います。いかがでしたか？自分が思ってるよりもあなたはもっともっとできる。これは毎回日本でセミナーをするために思います。私はこういう体だからとか、先生はいつもこう言ってるからではなくて、もっともっとできると思うんですよ。これはターンアウトも一緒。そう、ターンアウト本先行予約してくれました？同じ値段で先週のポッドキャストでご紹介したような先行予約特典がつきますから、買う予定の人はそっちを使ってね。 Amazon でターンアウトできてますかと調べたら出てくるはずです。すでに先行予約をしてくれた人は、前回の先行予約メールアドレスと一緒の book@ballet-stance.com に先行予約のスクリーンショットを送ってくださいね。その際、私からのメールが届くように設定するのを忘れなく。設定の仕方がわからない人はパソコンのメールアドレスの方が安全かもしれませんよ。ということで、また来週ポッドキャストでお会いいたしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。